こんにちは。元サッカー選手で現在オンライン家庭教師をしている斉藤と申します。お子様がスポーツ大好きだけど勉強は全然できない、部活に夢中なのはいいけどこのままで将来大丈夫かなという方はぜひ僕にお任せください。今学力が低いとか高いとか部活が強い弱いは関係ありません。大事なのは自分が気が済んだと思えるところまでやりきれるかどうかです。僕が生徒を指導する上で譲れないポリシーは、勉強のために部活をおろそかにしない、そして部活のために勉強をおろそかにしないということです。保護者の皆様は心の中でご自身の学生時代に勉強や部活をもうちょっと頑張っておけばよかったと思ったことはありませんか？僕が普段担当するご家庭では勉強だけでなく部活も含め一度きりの学生生活を充実させて後悔なく過ごしてほしいとおっしゃる方がほとんどです。僕自身高校も大学も一般受験で国立の学校に進みつつ、25歳まで大好きだったサッカーを突き詰めて夢だったサッカー選手になった人間です。結果的に一番なりたかった目標までは到達できませんでしたが、気が済んだと思えるところまで勉強もスポーツもやってきて全く後悔はないと思っています。その経験をもとにこれまで家庭教師として水泳の全国大会で優勝した女子生徒やサッカーの関西リーグで活躍する男子生徒などの指導を経験してきました。もちろんただ頑張ろうという意気込みだけでは不十分です。モチベーションの継続の仕方、効率の良い勉強方法など適切なサポートが必要です。部活を頑張っていて時間がない、だけど勉強もしっかりやっておいてほしいという保護者の方、ぜひご連絡ください。